静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は教育学研究科学校教育研究専攻長の板垣秀幸先生をご紹介します。板垣先生は創造科学技術研究部ベーシック部門に所属しております。研究分野は材料科学、高分子科学としており、現在の研究テーマは高分子ゲル固体のミクロ環境解明、機能性ソフトマテリアルと高分子素材の開発です。静岡大学教育学部の板垣です。研究紹介をさせていただきます。私の専門は高分子化学と光物性です。現在の研究目標を大きくまとめるとこの3つになります。これまでの研究成果を示しながら説明させていただきます。はじめにゲルの研究について説明します。ゲル合成をご覧ください。例えば水に軟溶の多糖であるカードランを有機溶媒に溶解させるとこのようにサラサラですけれども、分子の鎖を加強させるとこのようなプリプリのゲルになります。加強というのはいわば分子の鎖をクリップ止めすることです。ご覧のように非常に弾性がある状態になるわけですね。でゲルは有機高分子がファイバー状組織からなる3次元網目構造を形成し、溶媒分子の運動を表面張力によって束縛した状態です。網目の形成形態によって化学ゲルと物理ゲルに分けられます。この赤い印で書いたようなクリップ止めの部分、すなわち華鏡が共有結合のものを化学ゲル、右の図にありますような、微結晶あるいは水素結合といった物理的華鏡のものを物理ゲルと言います。溶媒で膨潤した化学ゲルは常にゲルですけれども、物理ゲルは温度を上げるなどするとまた溶液状態になって、ゲル状態と溶液状態を可逆的に取るものです。こちらは化学ゲルの組織を電子顕微鏡で観察したものです。このように網目が観察されます。化学ゲルの一つであるポリ N イソプロピルアクリルアミド P2PAM ゲルは水を吸って数十倍に膨れますが、32度 C 以上では鎖と水分子の水素結合が切れて水を吐き出し、大きく収縮します。これを体積相転移といい、また冷却すると再び膨れます。私の研究室ではこの体積相転移現象を利用して汚染水の浄化を試みています。モデルでお話しします。有害な金属イオンや有機分子を含む汚染水にゲル粉末を加え、ゲルの高分子さを十分に水溶液で膨張すると中の有害分子は高分子さに取り込まれます。この段階で例えば50度 C 程度で加熱してゲルを収縮させますと浄化した水が離水し汚染物質が完全にゲルの鎖に吸着するという機構です。合成例を示します。 P2PAM 差自体も作形成能力はあるんですけれども、このようなピリジン基とかあるいはイミダゾール基を導入することで金属イオンとの錯形成を完全にしていくわけです。でこの機構の有効性に関しましてある程度示せましたので、現在は実用化に向かって2つの方向から取り組んでいます。一つは環境に優しい体積相転移ゲルを創生し利用する研究で、これまでほとんど研究例がありませんでした。そこで多糖やタンパク質などのバイオポリマーを加強し新規ゲル素材を開拓しているところです。例えば水に軟溶の多糖であるカードランから化学ゲルを合成しました。最初に動画でお見せしたのがその映像です。でこうして作りましたカードランですけれども、実はアルカリ水を重量で50倍も吸収します。しかし中性領域あるいは酸性領域にするとぺちゃんこになり体積相転移することが分かりました。
環境に優しい堆積層天ゲルの誕生です。でこうした素材を使って第二の取り組みとしては、即座にいろいろな置換器を入れたり、あるいはシリカナノ粒子、あるいはゼオライトのようなものを化学結合させ、機能性ソフトマテリアルを創生していくことです。例えば実際に P ニパムゲルとゼオライトの合成ゲルに関しては水を吸うと餅のような形になるなど、いろいろ新しい物性を出すことに成功しております。続いて、こうした物理ゲルや化学ゲルの研究から、特に物理ゲルを生成する、ポリスチレン誘導体から機能性プラスチックフィルムを開発するという、そういう研究についてもお話しします。ポリスチレンは発泡スチロールの素材ですけれども、井戸光興産の石原博士が図のように規則的な構造のポリスチレンを発明しました。新状タクティックポリスチレンといいまして、SPS と略しますけれども、とても変わった材料素材です。私たちはまずゲル化を調べました。クロロホルム溶液を冷却すると物理ゲルを形成します。でこの溶媒を飛ばして、電子顕微鏡写真を撮影すると、このようにきれいな網目状になっているわけです。でこの網目部分は X 線構造解析をしますと、このように SPS の鎖が螺旋型をとって、そして溶媒分子を、この図のようにゲスト分子として包摂していることが分かりました。ゲスト分子というのはお客さんということです。お客さんとして、この図のように溶媒分子が配置されている状態になっているわけです。一方ゲルとならない溶媒では、これは今の SPS を香料、香り物質ですね、メントールとかジャスモンに溶解させて、冷やした時の図なんですけれども、ゲルを形成しない場合にはこのようにひだのあるラメラ状、あるいはひだのない球床を示すようになります。この場合には溶媒分子はゲスト分子にはなりません。ではなぜ溶媒を変えると構造が変わるのか、また溶媒分子のどういうパラメータに依存するのかを系統的に調べました。この図は横軸は溶媒の分子サイズ、そして縦軸は溶けやすさの尺度としてフェドースの溶解度パラメータとなっています。SPS という結晶は空隙がありまして、その空隙がだいたい120から160立方オングストロムです。そしてこのフェドースの溶解度パラメーターでは 10.4 というのが SPS の値です。でこの値に近いとその溶媒とよく溶けます。そして遠い値であると総分量していくわけです。でうちの研究室は60種類以上の溶媒と SPS がゲル化するかどうかを系統的に調べました。この結果がこんな感じになっています。青がゲル化溶媒です。この部分が要するにゲルになる溶媒の物性のものです。で実際これはサイズと溶解度パラメーターで見ますと、このようにくっきりと条件が求まりました。サイズはかなり厳密ですけれども、極性であるかどうかということに関しては、実際 SPS は無極性で水を弾くような分子なんですけれども、意外に極性のある分子、あるいは複相環分子がゲルになるということが分かりました。でゲルが生成するということは、実はその溶媒分子をゲストとして包摂するということを示しますので、今度は固体フィルムを作った時にはゲル化溶媒がゲストになりうるということを示します。つまりここに示したような複素環をゲストとする SPS の結晶フィルムを作ることができるということが分かりました。そうなってきますと、実は SPS というのは今度は遠心といいますけれども、引っ張ると中の結晶を並べることができます。並べることができるとその中にあるゲスト分子もきれいに並んでいくわけです。で、実際、機能性の分子をフィルム中に規則的に配列できるということが分かってきました。で先ほども言いましたように、ポリスチレンは水を弾くような素材ですけれども、複素環分子などは、水と
仲がいいものですから、それをゲストに入れてフィルムを作って水溶液と反応できるのではないかということで、まあいろいろとまた実験を繰り返していきました。まあ、特許にもかかりますので簡単に触りだけを述べますが、結果はまあ非常に成功でした。実際に水と、まあ、水溶液とポリスチレンを反応させた例を見せますけれども、お見せしますけれども、要素をゲストにしてこのようにポリスチレンが真っ赤なフィルムになったり、あるいはゲスト分子と水溶液が反応することで、高校の教科書なんかでも有名な銀鏡反応が実際に起こって、 SPS 表面を銀で覆ったりすることができるということが分かりました。この X 線のピークは銀膜のピークです。さらに、有機金属錯体、ここでは銅の有機金属錯体ですけれども、これを SPS 中にきれいに配列することにも成功しました。まあ、このようにして SPS に機能を付与していく研究を、展開しているところです。で最後に、ミクロ環境を蛍光法で解析する研究について説明します。蛍光測定が私自身の最もコアな専門です。例えば先ほどの SPS に蛍光を発するナフタレンを配列すると、非常に規則性がいいために光を曲げるフィルムになります。でこの場合、実は、中に入るナフタレンの量が少ないと X 線解説などでは測定ができません。したがってその構造を明らかにするのは非常に難しいものなんです。でこの時に、我々は、PFR 法というふうに名付けたんですけれども、変光傾向を測定する方法を発展させて、フィルム内の傾向分子の構造を決定するというような、やり方に成功しています。まあ、やり方としては、変光を資料に当てて、そして変光板を回転させては傾向強度と、でこれだけですと、空間情報が少ないので、今度はフィルムを回転させては、変光板を回転させる、これを繰り返すことで、フィルムの中にある蛍光分子の、立体的な三次元的な座標を決定できるというわけです。実際に、今お見せしたような SPS の中に配列したナフタレンの結晶、この場合のナフタレンの構造というのは非常に決定しにくかったわけですが、この PFR 法でここに示しましたように結晶の格子に対してどういう角度であるかというのを決定することができました。またよく使われているペットボトルのペットですけども、この硬さというのは、結晶可度で決まるわけなんですけども、このペットの結晶化について、この図で示しますようにペットというのは蛍光線のベンゼン化を持っておりますので、そのベンゼンの蛍光を使ってその結晶の初期過程がこの図に示したような液晶的な構造を経るというようなことについても明らかにするなど、まあ、PFR 法を使って、まあ、いろいろ成果を上げているところです。まあ、以上、一部でありますけども、このように研究室として日々、まあ、前進している状況です。オフの過ごし方ということなんですけども、私自身は、まあ、旅行は非常に好きですが、週末でもあまり遠出ができない、今日この頃ですので、まあ、普通の週末は毎週のようにこうした静岡の郊外に行って散歩をしているというような状況です。こちらは2014年度、まあ、今年ですけれども、卒論発表会の後の研究室の集合写真です。これから入ってくる2年生、それから出ていく院生がまあ全部入っているのでちょっとまあ多く写っていますけれども、ここに示したような人数で、2015年は、研究教育体制を敷いていきます。学生さんへのメッセージということですけれども、まあ、とにかく何でも経験できることは経験しましょうということです。それは研究でも実験でもそうですが、能力の差よりもやはり経験です。一例ですけれども、学会発表を繰り返すことで、研究へのブレ、取り組みのブレというものがなくなっていきます。修士でも国際学会で口頭発表する学生さんもいますし、
博士ではいい結果を出して海外の国際学会に一人で行ってもらいます。これは2014年今年度ですが、 M1 の佐野くんが国際学会で獲得したポスター賞の賞状です。最後に宣伝です。静岡大学の教育学部では先端科学の研究者になった学生もいますが、そもそも専門性の高い教員を輩出してきました。結果がわからない研究に挑戦することで、上から目線ではない、その専門の難しさと面白さを理解した教員を育成するのも目的です。他大学あるいは他学部の皆さんもどうぞ大学院から研究に参加してください。修士課程では研究もしたい、教師にもなりたいという院生を広く募集しています。教員免許なしでも大学院で3年間で小学校の免許、もちろん修士の称号を取得できるコースもあります。ではどうぞよろしくお願いいたします。